白乳っていうものがあって、はいはい、乳糖の数が多い方っていうのがいるんですよね。はいはい、これって副乳ですかみたいな感じで来る、なんか出来物ですか、これって何ですかみたいな感じで来て、もちろん悪性腫瘍っていうのが発生したら保険というか、その外科的な乳腺外科とかで切除の対象もちろんなるんですけど、医者が解説、女性の20人に1人は乳首が3つ以上あるって本当？ということで今回は乳房についてお話ししたいと思います。はい、ちょっとその前に、はい、あの僕の先輩で、はい、インポッシブルさんっていうコンビの人がいるんですけど、はいはい、この前学園祭が一緒で、はい、その時にあのインポッシブルのヒルちゃんさんっていう、ちょっとなんか借金とかもしてるみたいな、あと男性ホルモン強めですっていうこう感じの方がいるんですけど、それがなんか俊平と一緒にやってる真田誠ちゃん、めっちゃ可愛いよね。ありがとうございます。なんかで YouTube でおすすめで回ってきていいなって。あ、なるほど。俊平真田誠ちゃん、俊平真田誠ちゃんと YouTube やってるんだ、いいなって言ってました。はい、ありがとうございます。いいなーって。ぜひ、じゃあこちらでコラボしましょう。しましょう。あ、まこちゃんに伝えときますって言って、うわ、マジでまこちゃんいいなーって。ちょっと怖いな。とりあえず、なんか、いいなーってずっと言ってた。ちょっとでも、ちょっと存じ上げないので、ね、ちょっとまだイメージが。あー、そっかそっか。はい、ヒルちゃん結構最近出てるよ。あ、そうなんですね。ヒルちゃんさん。10期生で、あのオリエンタルラジオさんとかハイナさんとかフルポンさんとかトレンディエンジェルさんと一緒のところで、最近あの有吉の壁とか出てるんで、はいはい、ちょっとあの調べてみてください。わかりました。はい、見てる方も結構わかると思うんで、ヒルちゃんがいいなーって言ってたから、この人にいいなーって言われてるんだっていう。押していただきたい。何がいいとか言ってなかったんだけど、とりあえずなんかいいなーっていうことだけ、怖いな、っていうことだけちょっと言ってた。ありがとうございます。はい、あのちょっとそれだけね、あの言おうかなって思ってたから。はい、で今回はちょっと人体の不思議というか、はい、まあ、普通は人間って、まあ、いわゆるおっぱい、はい、乳房、乳房っていうのは、うん、大体こう左右一対で、うん、まあ、2つっていうのが、うん、まあ、もちろん普通なんですけれども、はい、例えば同じ哺乳類である、まあ、豚とかっていうのは、うん、まあ、6対で12個あったりとか、うん、まあ、同じ哺乳類でもね、やっぱり様々っていうのがあります。うん、ただ人間は基本、まあ、あの2つなんですけれども、ただおっぱいの、まあ、乳房、うん、乳頭の数が多い方っていうのがいるんですよね。うん、あ、はいはい。これはもしかしたらこう見てる人とかでも、まあ、自分がそうだったりとか周りでいるよみたいないらっしゃるかもしれなくて、うんうん、副乳っていうものがあって、はいはい、まあ、でも、まあ、看護師さんだから、あのこれ習った？副乳習いましたね。普通にまあオペ室だったり美容外科の方でも患者さん来てらっしゃる、うん、あ、そっか、美容外科でも来るんか、はい、そっかそっかそっか、はい、私が習ったのは確かこういうあ、はいはい、こういう線状にできやすい。そう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 、はい、なんか液化脇のね、うん、下あたりぐらいからこのちょうど乳房を通って足の方になんか行くみたいな、はい、できやすいっていうの。そう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 なんですよ。ミルクラインって言うんですけど、そこ状にできやすくて、で別にあのこれ自体は悪性とかその悪いっていうものじゃなくて、基本はまあ放置というか経過観察してもいいものです。はい、だからどういう感じで来るその患者さんっていうか、なんか知ってたくる感じ、もうこれって副乳ですかみたいな感じで来る、なんか出来物ですか、これって何ですかみたいな感じで来て、あ、副乳だと思います。でそこでまあ乳腺組織があるかどうかっていうのを、うんうん、まあ、見て、あ、そしたら副乳ですねみたいな。なるほど。それって治療はどうする感じ？もう切除？切除ですね。うん、そっか、美容で行くのか。じゃあ自費、そっか、保険っていう感じにはならないってことだね。そうですね。なんか大学病院で勤めてた時は副乳の摘出っていうのは私はついたことなかった。そう、保険かんだもんね。はいはい、一応副乳が男性だと 1.5%、 女性だと 2% ぐらいの方が見られるっていうふうに言われているので、うん、男性だと100人に1人弱、100弱に1人ぐらいな感じで、うん、まあ、女性だと、5% だから20人に1人ぐらいですね。うん、で、悪性する可能性も一応あって、一応あの乳房組織なので、うん、まあ、普通 の、 あのおっぱいと一緒で乳がんが発生する可能性があるので、うんうん、多分もちろん悪性腫瘍っていうのが発生したら保険というか、その外科的な乳腺外科とかで切除の対象もちろんなるんですけど、見た目的なところは美容っていう感じになるってことだね。そう、
俺も今埼玉のクリニックで勤めてて、そこもあ来たわ副乳、うんうん、その人は全然副乳っての知らなくて、なんかちょっとしこりみたいな、何ですかこれみたいな、怖いですみたいな感じで来て、うんうん、でも副乳ですよって言って放置でいいですよって言ってまあ返したというか、大丈夫ですよって言ったんだけど、こうみんなが目にするような乳頭かって言ったらそうじゃないというか、なんかちょっと違うじゃないですか、確かに確かに確かに、なんかそうこう自分についてるものがもう一個ついてるっていう感じの出来物じゃなくて、なんかちょっとできてるな、しこりっぽいなっていうものだから、なんかこうやっぱりなんだこれってなるとは思いますね。確かに場合によってはほくろと見間違えるような、うんうんうん、見間違えるというか勘違いしちゃったりすることもあるから、うんうんうん、本当にねちょっとしたこうなんだろう、こういうおっぱいではないもんね、うんうん、一応副乳って、はい、まあ、先天的なものが多くて、はいはいはい、で元々その、まあ、胎児期で主乳、うん、つまり副乳じゃなくてこうメインのおっぱい、うん、主乳みたいなものが主乳のミニチュアバージョンみたいなものが10対ぐらいあって、うん、それがまあ退化していくんだけど、はい、それが完全に退化しなかったものがここら辺にできるっていうふうに言われてますね、うん、誰でもこうできる可能性はあるし、うん、ね、まあ、ここの部分もどっかに今出る可能性があるっていう感じですね、うん、しかもなんか女性の場合だと、うん、やっぱり妊娠組織がそこの副乳にもあるので、はいはいはい、生理の時にやっぱ張って痛みが出るとか、それで気づく人もいるみたいで、そうかそうか、 あとは授乳、赤ちゃんで授乳できるようになった時にそこからもミルクが出ることがあるみたいです。ああ乳児がそこから、はい、ああそうか、はい、じゃあそれはあれだね、痛みとか出るっていうデメリットというか、うん、それが強かったらやっぱり切除した方がいいっていうことになりそうだね、うん、で、まあ、乳がんの発生率っていうのは、まあ、1000人に1人ぐらい、うんうん、だからまあ 0.1% ぐらい、だからまあそんなに高くはない、通常の、乳がんに比べて、かなり低いので、うん、0.28 から 0.4% 発生率っていうのは低いから、うん、まあまあそこから乳がんになるっていう可能性はそこまで高くないっていう、あとはなんか結構痩せてる女性とかで、はい、この辺に脂肪みたいなのがあるなっていう、なんかここだけなんかすごいたるんでるなっていうのがあって、はい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 、それをちょっと調べてみたら副乳だったっていうこともあるみたいなので、そういう場合はその脂肪組織みたいなのをなんか吸引したりとか、はいはいはい、まあ、そういうような施術治療方法っていうのもあるみたいですね。だからまあ痛みがあるとかちょっとなんか大きくなってきたとか、うん、なんかしこりみたいなのが強くなってきたとか、まあ、そういうのがあったら一度こう専門の病院みたいなのを受診した方がいいかなっていう感じですね、はい、ということでこの動画が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次回、せーの、シュッ。